レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。ということでね、相変わらずね、株価が下がればアホコメントがついてくるということになっておりますので、今日はね、トータルリターンがマイナス、含み損益がマイナスを食らってる、これはね、本当にマイナスなのかというね、何回もね、喋ってるテーマなんですけれどもね、こちらの方で、ま,あ、またまたね、わけわからないコメントがついておりますのでね、まあ、そのコメントに対してね、アンチテーを唱えていきたいと思います。それでは。 スタートですはい、ということでね、えー、まず含み損益を損と捉えるか捉えないか、これはね、えー、それぞれその投資家さんによって違うんですね。私は含み損益っていうのは別に含み損益になってるだけと、えー、ポジション、えー、そして株数が減ってるわけではないと、売却してるわけではないんで、 マイナスではないという考え方で情報発信の方をしております。そして有村ポーさんの方ですね。ポーさんの方は含み損益もマイナスということで、マイナス計算。そして上がればプラス計算ということで出されていると。これはね、考え方の違いということがありますので、私は含み損益をマイナスとね、取られている人。 これ、それ違うよとかっていうつもりは全くないわけですね。私と考え方が違うだけですから。あじゃあ、なんで今日ね、この話をしてるのかっていうと、私がトータルリターンマイナスになってることに対して、攻撃をしてくる人たちがいてるんで、攻撃されれば迎え撃つよということでね、私は、 キリスト様でではありませんのでね、右の頬を振ったれたら左の頬を出しなさいなということはね、できません。右の頬が打たれそうになったら先ジャブするという、ね、ことになってきますので、牽制かけていくということになってきます。まずね、一つ言えることが、なんで私たちがソクルとかね、トップ級レバナンスの えー、投資をしているのかというとこれはお衣装がかからないからですよ現物のね、速、え、度、ー、でやっておりますとどれだけ株価が下落していたとしてもポジション、そして株数というのはね、私たちが売るというボタンさえ押さなければ。 なくなることがないわけですね。ということは、トータルリターンがどんだけマイナスになったとしても株は残ってますんで、これがまたね、えー、上昇していけば、えー、このね、株のポジションよりも上に上昇していけばトータルリターンプラスに戻ると。戻るのが分かってるんだから、トータルリターンマイナスっていうのは関係ないんじゃないかという話をしているわけですね。これが一切ね、株価が下落しっぱなしで、もう全然ね、えー、自分が取ったポジションよりも上昇しないような株をね、 世の中にはありますので、持たれている方だと困る。そして信用取引とか CFD とかですと、いくらがち保証と思ってても、 お衣装がかかってくるんでそれがができないといととうことがありますそれをすべてクリアしているのがソクル君ということになってきますのでソクルは繰り上げ障がの可能性も99.9999% 99 99ありませんしお衣装は100%かからないということなんで、まあ、株をねガチをしててトータルリターンがどれだけマイナスになったとしてもねこんなものはね放っておけばそのうちね上昇していくんだということになりますからだってそうでしょうとアメリカの株式右肩上がりなんでしょうというねこと えなんでマイナス食らっただけでね騒ぎ立てる人たちがいるんだということなんですね S&P500 をね持たれてる方っていうのはね大好きな、まあ、バークシャ・ハサウェイという、ね、ことがあると思うんですけれどもねあの人たちっていうのも大多数のねお キャッシュ、えー、そして保険事業で毎月キャッシュフローの方がかなり入ってくるんですよね。それプラス、まあ、株を持っているということになるんですけれど、この株っていうのは変動型資産ということになってますからね、株価が下がれば、バーク社派債が一夜にしてね、何十億損するとかね、何兆円損するとかっていうことがね、あるんですよね。これは損するという書き方を ブルーブンバーグとかね、出すだけで、実際は、株数などは関係ないんですけれど、時ね、時価総額ということで考えると、目減りしてる、目減りしてるから損だ、というふうにね、書く人たちがいて、その記事を見てる人たちが、うわ、バークシャーハサウェイ1日で20億損したわ、とかというふうにね、言ってるわけなんですよね。けれど、ここでよくよく考えてほしいのが、じゃあそのね、バークシャーハサウェイで働いてる人たち、もしくはね、その役員をされてるような人たちが、うわ、 何十億損したとかね、えー、何兆円損したもうこの会社は潰れるとかって言うてね離職届出してもしくは他のね就職先をね探しに行くんかという話ですよなんかねまあバークシャハサウェイということで考えていくとやっぱりアップルの、ね、株をたくさん持っているということで、えー、ぞご存知だと思いますからアップルの株が下がればバークシャーハサウェイの、えー、資産額も下がっていくということになるわけですねそそしてのののもアアッッププルルいう 株価が下がったからちょっとね従業員がやばいアップル潰れる他のね会社に転職しないととかね、えー、アップルの。 上層部の人たちがね、あわき二目でね、もうアップルの株を投げ売りするなんていうことをしますかという話ですね。せえへんやろって話でね。アップルで働いている人たちがアップルの株が下がったからといって、危ないこれはね、離職するしかない。沈んでいく船にね、いつまでも乗ってるわけにはいかない。沈む船にはね、ネズミが先に逃げ出していくなんていうね、現象が起こると言われてますけれど、そんなこと起こるかと。アップルの株が下がって、 あもうアップルはオワコンだとかアメリカの株式はオワコンだとかっていうのはしょうもない提灯記事を鵜呑みにしてる人たちだけでしょと例えばテスラテスラのイーロン・マスクっていうのはねお給料の方をテスラの株でもらってますから、まあ、ある程度ね株っていうのを売っていかないといけないんですけれどそのイーロン・マスクがいやもう今月からテスラの株ちょっと危ないからと現金でくれとかって言うてるかっていう話なんですよね。テスラ 今、めっちゃ株価下がってますけれど、テスラの従業員、ね、テスラの株価下がったからって言うてですね、逃げていってるかという話なんですね。もう、ええ加減ね、あの、そういうことをね、えー、考えていくと、目覚ませよということをね、まあ言いたいわけですよ。株価は下がれば、トータルリターン下がるのは当たり前。そして株価が上がれば、えーね、トータルリターン、ね、資産がね、えー 増えるのも当たり前。ただその増えたところ、減ったところで利確しない限りは実現損益に変化はないということですね。そうすると必ずね、テスラの株とか、 SOXL の株っていうのは今低迷してますけれど、上昇していくわけでしょその上昇してプラスのトータルリターンが出た時に売ってしまえば価値じゃないですか。これで価値確定になるわけですね。逆にマイナスのトータルリターンがたくさん出て、20%、30%、50%出て、そしてそこでローバりかけてしまえば負けが確定するだけの話なんですよ。要はね、 トータルリターン含み損益がプラスになってようがね、マイナスになってようがね、私が関係ないというのはなぜかというと、価値が、負けが確定していないから、確定していかないものに対して、今トータルリターンマイナスだから負けているとか、トータルリターンプラスだから勝っている。これって ナンセンスというものしかないわけですね。価値を確定させるのは、私のこのね、えー、人差し指、もしくはね、マウスのクリックというね、えー、ことで、まあ今ね、えー、トータルリターンがマイナスになっている商品たちも、そのうちプラスになって上昇していくわけですよ。そのプラスになったところで、売るというね、えー、クリックボタンで価値を確定させればいいだけの話でしょ。どれだけ、えー、トータルリターンがマイナスになっていても、クリックして、売らなければ。 負けが確定しなないいととうこここになりますからねここはね勘違いしてる人たちが大いにいてるともう一度言いますけれどアップルの株が下がったテスラの株が下がったからといってそこの従業員がね8割9割、ね、もうこ,こあかアップル潰れるからテスラ潰れるから他の会社探して他に、ね、就職しに行かないとね生活できなくなるなんていうことはね全く起こってないわけですよね。 怒ってるのちょっとしかはねテスラとかアップルの株をね持っていない人たちがそのねちょっとしか持っていない株がねまあ30下がったとか50%下がったとかぐらいでうわ俺の資産が溶けていってるとかって言ってねアホみたいにえ、ね、下げ立てるというだけの話になってますんでね、まあ、皆さんこのあたりのことも考えて株のね値段チャートこんなところだけにね目を捉えられてるんではなくて、まあ、しっかりとしたね現実の方を捉えていきましょうとそして最後にもう一つ 私はよくね、えー、付け加えてるんですけれど、私が今残ってる商品ね、まあ、長期で持ってる部分っていうのは、 えー、去年の10月に買ったね SXL とか、えー、その1か月後ぐらいに買ったトップ級とかっていうのはね今でも100%以上のリターンは出してるんですけれども短期で取引してる部分は今全てね、えー、マイナスのトータルリターンになってるとでこいつマイナスのトータルリターンの商品しか持ってなくてクククククとかってね、えー、笑ってる人いますけれどね当たり前やろとプラスのトータルリターンになって利活、えー、できるのはもう価値確定させてるという話でねちょっと前では DPST まずプラス50% にになったところで半分に書くそして残,り残っていた部分を80%上プラスがついたところで全売却かけているということでねだから実現損益がプラスになっているんだと。 マイナスのトータルリターンしか出ていない部分というのは関係なくね、それは今からプラスになっていく商品たちということなんで、プラスになった商品はどん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 売っていって、そして売ったお金を再度投入しているということになるんでね、それは時期によってはマイナスのトータルリターンしかない株を保有しているということも十分考えられるわけですよね。そりゃそうでプラスになった、売ってるからということで、この辺りのことも考えてね、しっかりとね短期投資の方を増していくのがいいんじゃないかなと。そして短期投資にね関しましては、 もう確実にあこれでいけるなという、ね、仕込みの方法も確立できておりますのであとはそれを、ね、日々手直し手直ししていくだけでねだからウキウキワクワクしてるんですけれどそれをするためには今手持ちのマイナスのトータルリターンがついてる商品を、まあ、全部、ね、プラスになったところで売却してそこから仕切り直しということになってますんで、まあ、そうなった暁にはね、まあ、とりあえずねテスラ1.5倍ぐらだけでも全売却できた暁にはね次からは。 絶対に負けないい取引バージョン2ととうことでね皆さんに情報の方を、ねまあ、提供していきたいと思います。実際に本当にそれで勝てるのかどうかっていうのを、ねまあ、見ていただきたいと。なので何度も言いますけれどマイナスのトータルリターンが出て慌てふためくのはちょっとのねその株しか持っていない人たちだけでそこで働いてるアップルで働いてるテスラで働いてるバークシャー,サーで働いてる人たちが一夜にして何十億円会社が損失出した、えー、何兆円損失出したとかってね ブルーバーグとかの記事に書かれたとしても、慌てふた向かない、ね。それはなぜなんだというところ、まあ、ちょっとね、頭で考えれば答えは出てくるんじゃないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。